チェホンマンは韓国のシルム選手、キックボクサー、総合格闘家、俳優、チェジュド・チェジュ市出身。ニックネームはテクノゴリアテなど。高校卒業時に身長190センチメートル以上あったほどの巨漢。その恵まれた体格を生かし大学中退後、シルムの選手となり、日本の相撲の横綱に相当する天下創志の大会で優勝し、天下創志となる。 シルム時代には、テレビ番組で、韓国公演中の朝昌龍とも、対面、日韓横綱対決と称して、リンゴを握りつぶすなど再格を競っていた。だが、2004年12月6日に所属チームが解散し、その後参戦を考えていた K1 に参戦。2005年3月19日、デビュー戦になった K1 ワールド GP2005 インソルの、アジア GP で弱小用、アケボノ、 ガオグライゲーンのラシンを破り優勝。GP への出場権を手に入れた。2005年9月23日、K1 ワールド GP2005 イン。大阪開幕戦で行われた GP1 回戦で、ボブサップと対戦し、勝利を収め、GP 決勝ラウンドへの出場権を手に入れた。2005年11月19日、K1 ワールド GP2005 イン。 東京決勝戦で行われた GP 準々決勝でレミーボンやスキーと対戦するも判定負け。2006年6月3日、K1 ワールド GP2006 インソルデセームシュルトと対戦し2から1の判定勝ち。しかし、手数、有効だともに圧倒されながらも勝利したことから雑誌等に疑惑の判定と取り上げられることになった。2006年9月30日、 K-1 ワールド GP2006 イン大阪開幕戦で行われた GP1 回戦で彼がデビュー前から見ていた憧れの人というジェログレバンナと対戦延長ラウンドまでもつれ込んだが判定負け2006年11月末に K-1 との2年契約が満了することになっていた本マンは契約公開の協議がまとまらなかったことで同年12月2日に予定されていた K-1 ワールド GP2006 決勝戦を試合10日前の11月22日に及んで欠場に追い込まれた。K-1 側は冷静法、ジェロムレ・バンナの年俸に匹敵する30億ウォンを本番側に提示していたが、30億ウォンなら試合数を3回に制限しなければならない。40億ウォンで契約するなら年間5試合に出場できると、 本番側が食い下がったため交渉が決裂した。2006年12月31日、K1 プレミアム2006ダイナマイトでボビー・オロゴンとヒーローズルールで対戦。開始16秒パウンドで TK を勝ち。2007年3月4日、K1 ワールド GP2007 イン横浜で、マイティモーと対戦。モーの右フックにより、K1 キャリアで初となるダウンを喫し、小負け。 2007年6月2日、ダイナマイト USA でブロックレスの後総合格闘技ルールで対戦予定であったが、カリフォルニア州アスレチックコミッションのメディカルチェックにより直前で出場できなくなった。原因は病院で MRI 撮影を受けた結果、脳に腫瘍が見つかったことによるが、それは本ンの巨人症の原因と推定されるものであり、 試合には影響しないとの意思の診断もある。当日、開会セレモニーで行われた聖火リレーに参加した。2007年9月29日、韓国ソウルで開催された K1 ワールド GP2007 インソルファイナル16に開催国推薦選手として出場。GP1 回戦で、マイティモード再戦。2R にローキックでダウンを奪い、2から0で判定勝ち。10月4日に、 K1 競技委員会より発表があり、に R のダウンは、近敵付近に当たった、不可抗力のアクシデントだったとして、ダウンを取り消したが、判定による勝敗には影響がないとされている。このことについて、本ンマンは、ローブローは、全く当たっていません。と笑いながらコメントしたが、スロー映像でははっきりと近敵に直撃している、様子が映っており、 審判からの注意もないため何度も繰り返し前蹴りを放っていた。2007年12月31日、やれんのか、大晦日。2007でエメリアー・エンコヒョードルと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本負け。2008年4月20日、兵役のため、韓国軍に入隊するも、身長196センチメートル、体重130キログラム以上の場合は、 兵役が免除されるという規定により3日後の4月23日に除隊となった。なお、これについて韓国のネット上でバッシングを浴びた。2008年6月10日、脳腫瘍の除去手術を受け成功。アクロメガリーという珍しい病気であった。2008年9月27日、K1 ワールド GP2008 インソルファイナル16でバダハリと対戦し、 に R にダウンを奪うも攻めきれず判定で、ドローとなり、肋骨の負傷により延長戦開始前に、セコンドからタオルが投入され TKO 負け。2008年12月6日、K1 ワールド GP2008 ファイナルのリザーブファイトで、レーセフォーと対戦し、判定負け。試合後には、谷川貞春に、前より悪くなっています。K1 のスピードが、せっかくすごくなっているので、 彼みたいなタイプは生態系を破壊してしまう。総合格闘技なら持ち味を発揮できそうなので、やってもらいたい。と評価された。2008年12月31日、ダイナマイト、勇気の力2008で、ミルコ・クロコップとドリームルールで対戦。両者にイエローカードが提示されるほど両者とも手が出ない試合となったが、左ローキックで小負けを喫した。 2009年5月26日、ドリーム9のスーパーハルクトーナメント1回戦で、ホセカンセコと対戦し、パウンドでギブアップ勝ち。2009年10月6日、ドリーム11のスーパーハルクトーナメント準決勝で、ミノアマンと対戦し、かかと固めで1本負け。2015年7月25日、 ロード FC024 でおよそ6年ぶりの格闘技復帰戦に臨むも、カルロス・トヨタに強烈な右フックを浴びて失神し、開始1分29秒で小負けを喫した。2015年12月26日に行われた、ロード FC027 の無差別級トーナメント1回戦で、ローヘンチャオと対戦し、危険による TKO 勝ちにより、6年7ヶ月ぶりの勝利を収めた。 2016年4月16日、ロード FC030 の無差別級トーナメント、準決勝で、煽る頃と対戦し、1キコ勝ちで、決勝進出を決めた。2016年9月24日、ロード FC033 の無差別級、トーナメント決勝戦で、マイティモーと9年ぶり3度目の対戦をするも、モーの打撃に圧倒され続け右フックで1、RKO 負け。 2005年11月12日、フジテレビ系、めちゃにイけてる、の、ゲームコーナー、スタンプ8に、安田大サーカスと共に、ゲスト出演。肩車された位置にいた団長を、ハリセンで撃退するなど巨体、剛腕ぶりを見せた。2006年9月20日、テレビ朝日系、クリームなんとかにおいて、韓国の市場で縮みを売っているという設定での、ゲスト出演。 2007年10月、JRA 京都競馬場の新オーロラビジョン完成ポスターの広告モデルに起用。チェホンマンの身長を1チェホンマンという架空単位として定め、オーロラビジョンがチェホンマンの身長の何倍かを表す斬新さを表現した。2008年12月6日公開の劇場映画、特命係長、ただのひとし最後の劇場版にて、謎の用心棒。 小役として、スクリーンデビュー。2009年5月1日公開の劇場映画、ごえもんに秀吉の側近、わがお役で出演。得意の腕力で怪力男を演じた。2009年10月3日、TBSK、オールスター感謝祭霊休秋のコーナー、ローション相撲に出演。オードリーの春スガ明次長課長の川本淳一と対戦しに連勝したが、 山田慎太郎に敗れた。2010年4月3日、TBS 系オールスター感謝祭祝集にて、再び川本と対戦し、勝利した。2010年4月17日から同6月12日まで放送された日本テレビ系ドラマ、怪物君に、フランケン役で初のレギュラー出演を果たした。2011年10月9日午前3時頃、 ソウル市で自身が経営する飲食店において客である女子大生に暴力を加えたとして10月13日に書類送検されている。ただし、口論となって手を頭に当てた程度と説明しており、女子大学生側も寄っていて非があったことを認めており、和解が成立している。2012年11月15日、12月投票の韓国大統領選挙における与党。 セヌリ等の候補である僕ク,クネ氏持を表明して、同日入党し、組織特保に任命された。2015年10月26日、詐欺容疑で逮捕状請求、指名手配。2015年11月11日、韓国の検察は、チェを詐欺容疑で起訴したと発表した。2016年1月14日、ソウル東部地裁はチェに対し、懲役1年、 執行猶予2年を言い渡した。格闘技術が際立っているわけではないが、身長218センチメートル、体重160キログラムの体格が何よりの武器となっている。打撃は巨体を生かしたパワフルさがあり、左足から繰り出される膝蹴りは、打点が高く顔面に届くため脅威である。また、超新ファイターがパンチを繰り出しても、超新ゆえに顔面には届かない場面も見られる。 総合格闘技では、シルム出身の経歴が生きており、ヒョードルからもテイクダウンを奪う腰の強さを発揮している。ありがとうございます。